はい、速稼塾の久保でございます。今日1月16日19時49分にこの動画を撮っています。ドル円の4時間なんですけども、争点になっているのは N 波動がもう連発で来るのかどうかっていうところでしたよね。確認してみますね。どこら辺に N 波動2つかっていうと、もうこちらの方ですよね。で、 N の1個目はどこに来てるかっていうと、ここに綺麗に決まったのが1個目の N 波動です。次、もう一個 N 波動が来るよと言って、下がっていましたよね。で、今日なんですけども、おかげさまで N 波動の、まだ完成じゃないですよ。が来始めたよってことです。完全なる N 波動っていうのは、ここを超えた時ですからね。ここ。だから初心者の方は、ここを超えた時にエントリーしてください。110円の165とか175とかあの辺ですよね。そこでエントリーを買いでするといいと思います。で、上級者の方はもうすでにエントリーされてると思います。この赤い線を引いているところですよね。赤い線が何かというと、109円の785で一番いいところで入れるんではないかなっていうところが、そのラインですよね。で、そこで入ってればすでにもう含み益なんですよ。110円とか111円の方向に向かいますよっていうふうに前回の放送と、前々回の放送等でね、申し上げました。で、主戦場は110円の275から350あたりにまた新しいレンジができるよっていうと、もう随分上の方なんですよね。ですんで、ここの波動で深く取っていくっていうのが、2発目のような波動をしっかり取る人の上級者のパターンです。でもまあ全員が上級者ではないと思いますから、この辺でエントリーすればいいんじゃないですかね、だから。この辺でエントリー。だからまだエントリーするのはちょっと早いよってことですね。上級者の方はこの根っこで入ってると思います。赤い線を引いてるところですよ。で、中級者の方は、まあ今入ってるかどうか、この瞬間入るかどうかっていうところですよね。で、初心者の方はこの辺で入ってください。で、それぞれにロスカットラインを設ける。ロスカットラインを設ける。上級者の方は、ここにロスカットラインを設けるね。もう意味はわかりますよね。上級者の方には言いませんよ。言わないけどか、まあ丸をくっつけときますけども。そこにロスカットラインを引いて、リスクリワード 3.1 で入れば、こっちが1位。ね。で、こっちが3っていうことで、かなり取れると思いますけどもね。で、これ、すいません。これ4時間だったんですけども、1時間の方に行きますね。1時間の方でちょっと解説すると、前回こういう風な線を引きましたよね。うん。で、こういう風に変わっていったよってことですよね。どういう風に N が作られているかというと、ここにゾーンのきっかけがありますよってことをお話しましたよね。これをだから横にずーっと伸ばすと、まさにここで折れ曲がって、こちらの方向に向かってるとこじゃないですか。うん。だからすべて、このね、7回、8回の動画のシナリオ通りに、今のところ来てるってことです。だから完全にシナリオ通りに行くかどうかっていうのは、ここですよね。ここを超えれるかどうかなんですよ。ここね、ちょっと汚くなっちゃったんで書き直します。ここですよ。ここを、このヒゲ付きを、このね、上昇波動が、超えていけるかどうかですからね。うん。超えたら、根っこから入っている、まあね、勝ちです。根っこから入った方が勝ちです。でもまあ今入るのが、まあ中級者ですよね。で、初心者の方は、このゾーンを超えてから入ってください。超えたのを確認してから後で入るっていうところでやってください。で、逆に自分のレベルがどこなのかってことを測ることもできますよね。ここで入る方はまだね、初心者なんで、格好悪いことないですからね、無理しないでください。見栄を張るとこじゃないですから。で、中級者の方は今入るかどうかってことです。ちょうど陰線が出てますんで、調整が入ってまたね、陽線に変わるところの入り目かなと思います。で、上級者の方はすでに入っていて、この根っこで取れてる方ですよね。どこかというと、どこだろうな。109円の790あたりで入れたらもう最高なんですけども、まあ、それはちょっと無理だなと思いますよね。入れるかどうかっていうのはこれですね。この4本並んでるところを伸ばして109円の845で入れれば上級者なんじゃないですかね。で、今ね、15ピップスほどの含み益を取っているのが上級者で、はないかなと思います。本日は以上ですね。綺麗に N がダブルでね、2つ重なって決まるといいですけどね。